皆さんこんにちは。こんばんは。フォーエバーブルー、やっていきますよ。前回、サブクエ遊んで終わっちゃったので、今回はメインストーリーから始めます。水族館。最寄りの駅からわずか15分のアクセスの良さと、クジラが飼育できるほどの巨大な強化アクリルパネル水槽が目玉の世界最大級複合型水族館。小さな生き物から怪獣まで観覧できる設備を有する。まだオープンしてないのかよ。魚見て回れると思って楽しみにしてたのに。ほんとですねー。オープン前の水族館で教授は何してるんですかね。あーそうだ、思い出しましたよ。なぜか水族館で獣医してるってナンシーが言ってましたね。海洋学者って言ってたよな。勉強になるんだろうか。生物学、機械工学、考古学など様々な学問に精通してる人らしいですからね。そのなんでもござれの天才がこの、早子、桜井教授なのだぁ。いろいろやりすぎだろこの人。こんなスーパーな人がいるんですねー、あやかりたいものです。おつむの出来が違うんだろな。お、私たちの活躍がなぜか週刊誌に載ってるみたいですよ。あ、どうもスーパーすぎるダイバーこと涙目と申します。どうぞよろしく。しょっぱい顔してるって言われてるぜ。普通の顔って言われてたんですよ。で、人を化け物か何かと勘違いしてませんかね。そりゃあ世紀の大発見したやつがこんな下膨れしたまんじゅうだなんて誰も思わないだろ。下膨れって、せめてムチムチとか言ってください。あのジジイって一応有名なダイバーらしいぞ。ほえー、違う意味で有名になってそうですがね、ふふ。しっかしなんでそんな情報が週刊誌に伝わってるんだろ。普通に考えたらナンシーかジジイがペラペラ喋ってるんじゃないか。ナンシーが情報交換とかしてそうですよねー。まあその代わりにこうやって役に立つ情報もらえてるんだから文句は言えないんだぜ。ナンシーにはこれからもお世話になりそうですね。どうやら桜井教授が石板の解読をしてくれるみたいだぜ。これで次の目的地が判明して、って誰ですかこの懐かしい感じのロン毛は。本当に懐かしい感じのロン毛だな。最近こんなロン毛の人を見たことないですよ。この古風なロン毛がこの水族館のプロデューサーなのか。石板解読の前にやらなければならない仕事があるようです。はぁ？ちょっと今北極のクマがどうとか言ってませんでしたか？ああ、はっきりと北極グマの調査を頼んでたって言ってたぞ。ギリシャからわざわざ日本に来たのに、そこから北極にクマを見に行けと。フットワークが軽いってレベルじゃねえぞ。しかもオセアンヌがあっさりと仕事を頼まれてるし、この世界はえげつないぜ。まあでも北極グマを実際に見れるチャンスなんてめったにないだろうし、ここは前向きに楽しんでいくしかありません。お前あのこっちこっちの氷の下を泳ぐ気か。それは実際に行ってみないと何とも言えません。ロン毛がご丁寧にクマの説明をしてくれてるぜ。やっぱり氷の下を泳がせる気なんですね。過酷な環境がお前を待ってることが確定したな。有無を言わさず話が進行しております。こりゃ気合い入れていくしかないんだぜ。それでは極寒の地北極へ、クマさん探しの旅に出発であります。カナダ北岸沖。ワード半島の東部に位置し、一年中、氷に閉ざされた海域。流氷群では北極グマやアザラシがよく目撃される。氷の下には意外にも生き物が生息し、生態系を支えている。ああ、本当に来ちゃいました北極へ。パッと見は綺麗でいいところだけどな。見た目は綺麗ですが、寒いのは間違いないです。まあでも夏の日中は0度ぐらいだった気がするぜ、心配すんな。いや、それ感覚狂ってますから。
レイドで水の中に入りたいなんて思いませんよ。まあおっさんが何とかしてくれるんだろうよ。ここはさっさとクマを見つけておさらばした方が良さそうです。このゲームがそう簡単に終わらせてくれるとは思わないんだぜ。何事もなく北極から帰れますように。おっさんがいろいろと教えてくれてるぞ、ちゃんと覚えておけよ。はいはい、氷の穴から上陸してクマを見つけてこいってことは理解しました。ああ。本当にクマがいるじゃないですか。都合よく一匹だけいるなんて運がいいんだぜ。もう見つけたんだから帰ってもいいのでは？寒いし。クマ見つけてうわーすっごーい。で帰ったらただの観光客だろ。生態調査をするんだよ。ですよねー。トロロちゃんがどうかしたんですかね？へ？この極寒の地でイルカと泳げるんですか？イルカは寒いところでも平気みたいだぜ。ほえー、そうだったんですね。知りませんでしたよ。それでは寒さをものともしないトロロちゃんを連れて、北極の海へいざだアーイビング。有料地帯周辺。氷海の上には数多くの怪獣が生息し、命を育んでいる。クリオネなど固有種も多い。西温暖ザメには注意。それではトロロちゃんに北西の穴まで連れて行ってもらいますよー。アシカみたいなのがいっぱい泳いでるぞ。そりゃあ見れるもんなら見たいですよ。でもこの極寒の地がそれを許してくれんのですよ。おお、うまそうな魚も泳いでるんだぜ。あの変わった模様の生き物はなんだ？ああ、そういうのはまた今度で。北極探索はもう少し装備が強化されてからにしましょうねー。すんげえ綺麗だな。ああ確かに綺麗ですねー。まったりとダイビングしたいものですよ。もうまったりでいいんじゃないか。いやいやー見てください。もう少しなんでまったりするのはその後でも。もうちょっとで着くのか。むむむ、こんな時になんですか。もうちょっとで着くって言ってるじゃないで。でーたー。だからとりあえずサメ出すのやめませんか。そんなこと言ってる暇があったら逃げるんだよー。あーだ。こいつでかすぎて攻撃範囲が尋常じゃないぞ。ひぃー、襲ってきたサメの中で一番でかいかも。トロロちゃん頼みますよ。急いで穴まで逃げるんです。あいつでかいからかなり回り込まないとダメかもな。ぐるっと回り込んでみましょうかねー。この西温暖ザメだが、脊椎動物で最も長寿な生物らしいぜ。こんな状況でよくそんな説明ができますね、こんちくしょう。現在判明している最高年齢は512歳らしいぞ。あっぷな。それはすごい長生きさんですね。最高速度は時速2キロだってよ、世界一のロマな魚らしいぜ。しばらくの間、北極熊の生態を詳しく調べた。そのうち、
ホッキョクグマはなんだかおかしな行動を開始した。ホッキョクグマ。体長約3メートル。体は白く大きいが、頭と耳は小さい。また、厚い脂肪を持つ。ちなみに、体毛は白く見えるが実は透明で、光を反射しているため白く見えている。現在、本種の生息する北極圏は、地球温暖化の影響で多くの氷が溶けてなくなっている。そのため、本種の生息範囲が狭くなってしまい、絶滅の危険があるほど個体数が減少している。驚異の力。鋭い爪と牙があり、噛む力は800キロにも達すると言われ、北極圏の食物連鎖の頂点に君臨する。また嗅覚も鋭く、氷の下に潜んでいるアザラシの匂いを感じ取ることができる。しかし、セイウチを狙った狩りの成功率は低く、致命傷を受けることさえある。食物連鎖の頂点に立つ存在が、今や絶滅の危機に瀕しているとは、環境には抗えないってことだな。あとセイウチも苦手っと。ふう、のろまなサメから逃げ切って、なんとかクマさんの生態調査も完了しました。無事依頼もやり終えたところで、今回は終了したいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回があったらまたお会いしましょう。お疲れ様でした。